正木亮は、昭和期の監獄学、刑事政策の実践的法学者。戦後は、死刑廃止の提唱者として、日本における死刑廃止運動の中心的役割を、になった、広島県佐伯郡久保村出身、旧制三次中学校から第二高等学校を経て1918年、東京帝国大学法科大学法律学科卒、大学在学中から牧野英一の教育経論や、 トルストイの影響を受け、監獄の改善に強い関心を持つ。1916年1月1日、菅も監獄を参観。音羽の五告寺から、田んぼや雑木林を通り、遥か彼方に見える高い壁の底に至るまでには一軒の農家さえなかったという。囚人の食物の粗末さ、介護取り調べのきつさ、坊内の異臭、鉄さ、鉄の無謀さに、 自らの一生を監獄改良に捧ぐべきだと誓う。この時の印象を朝日新聞の鉄棒機欄に学生が大勢で監獄を見学することは懲役刑の上に引き回しの刑をさらに加えるようなものだと投稿している。それから各地の監獄を巡歴、将来監獄局に入ることを目的として大学卒業後司法監視法となり監獄行政を担当。 同年ワイマール憲法発布。1921年待望の監獄局入り。時野司法省監獄局長、山岡万之助に、思いのまま監獄局研究を許される。1921年、市ヶ谷監獄。1922年、小菅刑務所と二回主願集として、刑務所で収容者と企業を共にし、体験を積み、小川自治郎を。 谷田サブローラの指導を受け看護区学を体系づけた。従来からの介護、保安に偏重した管理業刑に疑問を持ち、囚人もまた人間なりとして受刑者に希望を与え、改修を助成する行刑類新書グ例の立案、法制化に尽力。さらに受刑者の賃金と性の問題を制度の中に取り入れ入れてこそ受刑者を人間として認める突破口であるとも当時の 著書の中で発表した。戦時中は、囚人造船部隊を組織し、自治政による完全解放行刑を断行した。1935年、大審院検事となってからも、様々な行刑法規の立案に関わり、1941年の治安一法改定にも関与正木は、当時の欧州ドイツ刑法学の心破思想であった、社会を、 犯罪から守るための強制施設が監獄であるという社会防衛論を支持し、懲罰、応報の収容施設としての監獄からの脱却を考え、犯罪者強制の観点から監獄を強制施設として環境改善、教育、衛生管理を徹底させた。しかしその後、同法が国民の思想統制に利用される結果となり、 このことが治安維持法に関与したとして、後に池田勝と共に思想検事とされ、公職追放のきっかけになる。広島公訴院自席検事、前橋地方裁判所検事制などを経て1941年、司法省行刑局長、同年刑務協会会長、1943年、司法省形成局長、この年石川島で受刑者による、 全国造船法仕隊の病打ち大会を行い、逃亡者なく、日本で初めての完全解放行刑をした。1945年、広島高祖院検事長時代に原爆に遭う。自身は、途中から這い出し一命を取り留めるが、次女は数日後、広島女学院のピアノの鍵盤のもとに真っ白い、白骨となって発見された。広島刑務所も相当数の被災負傷者が出たが、 その中で競争な受刑者を選び、市中各所において、死体の収容、埋葬の作業に当たらせ、受刑者たちに対して、大なる死体は我が親と思え、子なる死体は我が子、我が弟埋と思い取り扱いし、軍人部隊に負けぬ成績を示されたいと訓示、一同感激して、停心奉仕を誓い合ったと伝えられている。終戦後1946年、名古屋高訴院検事長に赴任するも、 GHQ により戦前の治安維持法改定の関与や戦時中の受刑者による囚人造船部隊など戦時関連の行動を咎められ池田勝と共に司法省としては数少ない公職追放により退官公職追放解除後池田が最高裁判事に復帰したがまさきは監獄行政社会政策に関する講演執筆活動をしながら弁護士としても 定銀事件、バー、メッカ殺人事件などの戦後の大きな刑事事件の主任弁護を担当した。また、誰に対しても区別なく、接っるそのヒューマニズムに惹かれ、交友うう関係は、放送会に限らず、文人、政治家など多彩であった。特に、田中角栄と、長野賢治の顧問弁護士であった関係で、二人を引き合わせた人物として、正木の死後、 ロッキード事件でその名前が取り上げられた。戦後、公職追放されて、在野の身となったが、死刑廃止、実体権に基づく戦争批判の運動を推進。持論である死刑制度の廃止を訴え、我が国の死刑存知論は、疑問的な刑法理論の上にあると、刑罰と、社会改良の会を設立。死刑廃止論を社会運動として広げた。これは戦争も死刑もいずれも国家による、 生命剥奪であるという強い信念に基づいている昭和32年から昭和45年まで強制協会会長として刑事政策の研究と実践にその生涯を捧げた著作、講演多数、メディアの取材や出演も多く、わかりやすい語り口と著述で死刑廃止論が正面から議論されるきっかけを作り昭和40年代の死刑廃止運動の中心的な 役割を担った、正木の死後思想的支柱を失った、死刑廃止運動は、社会の変化とともに、下火となっていった、強制協会会長、第二東京弁護士会会長、法制審議会委員、公安審査委員会委員長、強制保護審議会会長、憲法調査会委員などを歴任し、東大、中大の法学部講師も務め、晩年の17年間は、 神奈川大学教授も務めた、肖像倉い、追放賞、銀牌一組、ありがとうございます。